ラグ男キモすぎ OK？ はあ、はあなんですけどということで、どうもキスケです。本日はバトルメンバーというか、まあパーティー全てのキャラクターがリミテッドキャラということで、総額100万以上はかかってるんじゃないかっていう超豪華なパーティー使っていこうかなと思いますよ。はい、まあ、豪華なだけで弱いんちゃうかって聞かれると、なんとも言えない何とも言えないですね。ただ結構ね、 Z アビリティに乗ってるキャラクターとかも多くて、まあ、神の木とかね、ほとんど神の木やな。まあちょっとこの豪華なパーティーで遊んでいきましょうよ。今のオラにはってねえぞ。身勝手久々に使うのは入んのかい身勝手使うの久々やな。怖っ。おーい、なんじゃそれ。オッケー、回避入れちゃってる。ルー何それ、なんやそれ。おめえがラグいんちゃうんけこれ。おい、気づいてないだけで跳ね返ってくっぞ。今の悟空みたいやったな。跳ね返ってくっぞ。我ながら似てるね。なんで入んのこれがめちゃくちゃ入るやんけ、遠距離射撃が。特殊圧いいね。なるほど、必殺アーズを待ってたってことか。うん、相手がラグいわ相手がラグいわ、誰も言わんけど俺も内緒にしとくわ。気づいてないわこの人相手がラグ、自分がラグいっていうことに。ああいう名前にする人どういう気持ちなんでしょうかね。なんかすごいね、見てて恥ずかしくなってくるんですよね俺、ああいうの見るとすごい恥ずかしくなってくるのよ俺。どういう気持ちでやってんだろうなと思って、俺かっけーと思ってやってんのかな。マジこいつラグすぎ、ワロタンゴ指摘したろ、俺が正義みたいな、そういう感じでしょうね。何もしてこへんからな何も指摘やからんからな。はい、ドーン。ありがたいですね。出てこない、もうライジングでいっか、体力満タンやし。未来ご飯OK。 OK。 ほな、キックガッツ。ん、そのまま食らうんや。よいしょー、玉砕。そこはさ、ダメダメよ、ダメよ、ダメなのよ。ルル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 ルまあでも3対1の状況やから、まあ、まあこっから負けることはないっすね。はい、 OK。 これはもう勝ちですわ。はい、
ばよと。期待外れのいいとこだぜ。はい、マッチングしました。ベジーテックパーティーですね。対戦やっていきましょう。白石舞、なんか聞いたことあんな。あ、乃木坂かギルドで教えてくれたわ。なるほど、本物ですねこれベジータが好きなところは一緒なんですね、俺と気が合うのかもしれない。はい、よろしく。ちょっとね、まんべんなく使っていきたいなぁとは思ってるんやけど。はい。はい、よろしく。フリ属性でもこの火力。ただ紫フリ取られるキャラクターおらんから、こっちで殴っていこう。ヤクザかなヤクザもんかな君は。ちょ、龍が如くのね、実況したいなと思ってるんやけど、龍が如く極みからやろうかなと思ってるんやけどね。はい、さあ残り2体、これはなかなか厳しいと思うよ。ほい、うん、ラッキー。はい、ほな身勝手よ。んーだーん、もう一枚後編これくるー。よっしゃ、これはもういけるね、多分。近づいてくな メインアビリティ見せたら近づいてこなくなったぞ。いい抑止力だ。はい、あ、どうした。少し掴めてきた気がするぞ、身勝手の極意。未来パーティーですねまあこれちょっと緑出てこないんで青に前でいきましょうか。ベジータブルーだけちょっと使えてないな、使ってあげたいな。アイコスにしたんやけどね、久々に紙タバコを吸いたくなるんだよな、やっぱ。ほな、アイコスにする必要ないやんけって感じやけどね、正直。アイコスはアイコスでさ、すごい匂いせえへん。結構、バフンみたいな匂いするんだよな。おや、即圧か。やるね、吸収。で、バニシングオタクないでしょ。はい、いただき。いいね。青2枚がこれ通ってんな、めちゃくちゃ。強っ。さよならしていただいて。さあ、フリ属性で戦うのきついねきついでしょう。まあ全然効かんから食らいましょう。はい、いただき。てか、そもそもさ、俺のバカ野郎がさ、赤ロクトツってやばないめちゃくちゃやばいと思うねんけど、普通に。はい、手札吐きと。そうね、キューピーバーツ打つしかないよね。ありがたい。普通にもう最大ステータスやからな。全開覚醒ランク7やし、もちろんフルブーストしてるし、で、赤ロクトツでしょ。もうマックスなんだよな。マックスっつったらマックス村井さん今何してんねやろ今何してるんすかね、マックス村井さんは。パズドラで、あ、俺の休憩なんすか
なんてことすんだおめえ。なんかしてこいや。お前が射撃圧捨てたから俺が何もできんようになってんぞ。はい、大丈夫か。はい、オッケー。さあライジングなしで落とせたのはでかすぎる。アイス射撃アーマーに中距離射撃はダメよ。はい、マッチングしました。その一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。ギルドがかっこよすぎるけんねだるな。勝ち取れ。なんかのセリフにありそうやな。ズークマ出没注意。さあお願いします。 OK。 あれ悟空す、黄色の悟空出してくんねやへえ。いやそれはそれで怖いな。え、こいつ落ちバフあるやんか。でラスワン性能がめちゃくちゃ強い。バカ野郎と親子ご飯でしょ。これなかなか怖いよ。ただ親子ご飯は確実に死んでんね。やってんね。いっちゃってる。やっちゃってる。いやまあぜひともライジングはちょっと残しときたいですね。射撃アーズ1枚ぐらい食らったら終わりそう終わるぞ。必殺アーズあったらな。これ強かったんやけどな。おい全然攻撃入らんやんけ。つまらんゲームやなこれ。おおマジでさ、萎えるからやめてくんねえかマジで。頼むわ。ようやく入ったよ。俺が下手くそなだけっていうツッコミしかないけどさ、そんなこと言わんでいいでしょう。はい、さあどっちを残そうか。おバカ野郎捨てるか。ほなライジング行きますか。親子飯残すと、こっち青色2枚やから、なかなか相手は厳しいと思うんだよな。ただ親子ご飯の一点張りでなんとかすると、いうことか。おい、マジか。なえぽよ。はい、ラッキー。これは落ちるっしょ、さすがに。はい、うん、縛ってドン。さあラス1怖え。ラス1親子ご飯怖え。びっくり枠なしか。うん、まあバニシングバッタがええわ。はい、吸収。残念だったな。まあ待機感度なんとかなるっしょ。バカ野郎やったら相手もね攻めてこれないと思うんだよな。よし、救急ガーツ消えたね。残念賞。まあ救急ガーズぶち込みますかこれ。家庭、あ有利属性戻ってんね。結構壊滅させられてんな。危ね危ね。
しかも親子悟空の落ちバフも乗ってるから怖いんだよな普通に。はい、ラッキー、これは勝ちかな。はい、オッケー、あざした。通用するとでも思ったのか。